オッケーオッケー、145レベルだね。オッケーオッケー、拠点の前に145レベルのメガテゲルムが落っこってきたと。よし、じゃあ金属鉱石集めるだけだったけど、まあとりあえずこいつだけテイムしますか。あれ、なんか今一瞬固まったら外れてたわ。なんか一瞬固まったと思ったら外れてた弾が。違う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 、何を勘違いしてるんだお前は。違う違う、何を勘違いしてるんだお前は。ああ逃げ出しちゃったわ。あれ、ステゴサウルスに、あーやべ、ステゴサウルスに当たった。あ、よっしゃ寝たわ。やべ、ステゴサウルスに当たっちゃった。待ってくれ、5階だ。待ってくれ、5階なんだ。待ってくれ、5階だっつってんだろお前。よし、オッケー。命令180か、ちょっと微妙やな。はい、オッケー、テイム成功。特にイベカラとかそういうのは狙わないで、編集スピノをテイムして終わりって思ったんだけど、ライフル弾が少なすぎるな。54発はちょっと心もたらすぎんだろ。今28発作って、まあこんな、これでで、オッケー、78発、これだけで十分だろ。で、あとはあれ、スピノサウルスは意外と起きんの早いから、まあ麻酔薬を持ってって、で、スピノ用のキーブルだね。6個あれば足りるかな。6個で足りるかな、キーブル。まあ足りなかったら、近隣のやつからなんか奪えばいいわ。とりあえず相棒は、相棒を入れて、出しちゃった。あ、そうだ、あれじゃん。前回あれじゃん。レックスのサドルが支給品で1個出たから、テックレックス連れていけばいいじゃん。この子だったら、テックレックス1匹連れていけば、あれ、申し分ないだろう。よくよく考えたら、前回いたあのスピノサウルスは消えてしまっている可能性が高そうではあるが、まあしょうがないとしてと。よいしょ、アルゲンとティラノで、クライオ、あ、しまったー、やらかしたー。あ、いけねえ。あ、やべえ、うわ、また忘れ物してきた。俺ライフル忘れてんじゃん。うわ、肝心なもの忘れてきた。ライフル忘れたわ。マジか。なんでパラサウルロスにまさかの役割を奪われるっていう。そう、パラサウルロスに役割を奪われたんだよな、トロホドン。トロホドンはローカルとか PVP とかすごく役に立つ。ローカル役に立つかな。俺なんか役に立ったイメージがないんだけど、あんまり。あ、あー出た、あー出た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 、これ。うわー出たわ、どうしようこれ。いけない、や、またこれはこうすれば、いけないかな。ぬー、ダメか。ちょっと待って、お前、肉大丈夫？思ったんだけど、そういえば。あ、よかった、大丈夫だね。どうだ？位置調整をして。お、来たか？あー、よかった、来てくれた。あれ？え？ちょっと待って、ティラコリオでも脱出できないんだけど、罠だろ、これ。うわ、動けねえ。これ罠だろこれ。届くこれ。ここ罠だろここ。ひってこれ。よーし、もうなんかもう3、40分ぐらい経ったけど、ようやく目覚めたわ。おはよう。いやーなんかあれだな、ちょっとこっち来そうなんだよな。まあとりあえずこいつは殺すで。いやー、掴まれない安心感やばい。でも勝って、やっぱカルキノスレベル90でこんだけか、勝てえなやっぱ。ん、おい、ふざけんなお前。それは俺のゲコちゃんだぞお前。それは俺のゲコちゃんだぞ。いいぞゲコちゃん、いいぞいいぞいいぞゲコちゃん、よくやった。いいぞゲコちゃん、よくやってくれた。このスピノサウルスはお前にくれてやろう。
担当食べ。いや食べていいんだよお前。担当食べ、うん、食べていいんだよお前これ。いやあっち行ったからワンチャンあるかな。あっち行ったからなワンチャンありそうだな。ちょっとまだあれか、涙を飲むのは早いか。ちょっと怖いなやっぱり。いやーどうだろう、いけるかあれで。ちょっと怖いな。さてあいつか、オッケー、誘い込もうか。いやスピノサウルスをティラコリオで誘導するなんてなかなかないよね。あ、待った、あれか、普通にこれ撃って誘導した方がいいか。なわざわざこんな近寄ってやることもなし、ちょっと遠いところから撃って誘導すればいいわ。どうせでかい的なんだから、あれ当てやすいしね。よいしょ、 OK、 来た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 、はえいって。さてと、ここで一回水に落ちると水バフかかる、水バフかかってさらに速くなるから、ここで ここで落ちるしかない。逃げろゲコちゃん、逃げろゲコちゃん、来るぞ、やつが来るぞ。いやそこで止まるか微妙な位置だな。どうです、あのわあれどうです、若い子つけておきますんで、いて。うわ、そっちから来る、あでもそっちから来るんだったら割と好都合じゃないですか。どうぞ、あのいどうぞ、いい宿揃ってますんで、どうぞ、いい宿の、どうぞ、いい宿なんで、どうぞどうぞどうぞ、あのゆっくりしてってください。あのどうぞ、あの俺があの主役、あおう、嘘だろマジかよ、意外と走ってこないな。え、いや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 、うわー、二足歩行形態に移動した、本気モードだ。おやめくださいお客様、このお部屋の何が気に入らないというんですか。おやめくださいお客様、当店での暴力行為、店内での暴力行為をおやめくださいお客様。ちょっとあの拳で拳で抵抗していくのやめてください、頼むお願いですから。一応敵対状態にはなってるか。まさか引っかかっちゃった、あそこに。え、ここに引っかかることってある？しかし見事にあいつ、しかし見事にあいつら全くヘイト取られてねえな。おもろいくらいにヘイト取られてねえあいつら。どうぞ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 、あの当店最高の、あの当ホテル最高のお部屋なんで。ああ、助走が足りない、助走が足りない、ちくしょう、オッケー、なんとかなった。お客様、店内での暴力行為をおやめください。お客様少々お待ち、お客様ちょっとあれ、ちょっとあれ、お部屋内での暴力行為をおやめください、マジでマジで、あのオーナー死ぬんで、オーナー死ぬんで、あの ここまで来るとあのもうマジであの警察呼びますよ、警察よ。オッケー、寝た。 215? オッケー、よっしゃー、おっしゃー、ようやく落ち着いてくれましたねお客様。オッケー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 、ステータスは微妙だけどかなり色かっこいいぞ、やった。よし帰ろうか、早速。なんだろう、あの1話使い切りだったやつだったのに、なんかえ、ちょっと待って、やばい、ふぅー、あぶねえあ
あぶねえ、もうちょっとであれだな、アークアンインストールしてたわ。よし、お披露目。いや、おい、やっぱかっこいいなこの色、やっぱかっこいいじゃん。レジーナにやっぱ近いところを感じるね。なんかちょっとレジーナ赤くしたみたいな感じだわ。うん、重い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 。まああれだな、ちょっとステータス的にはまあ本当にマジで普通のステータスだけど、まあ上々だろう。